ございます。今日は移動の日です。はい、バス停まで送ってもらいます。おはようございます。昨日ちょっと飲酒運転する夢を見てしまいました。気をつけます。しないように。ももかは逃がしてくれました。バス停は宿からすぐでした。到着しました。今回の相棒はこいつです。乗車しました。行きます。5時間ぐらいかな、ちょっとわかんないけど、行きます。ガソリン入れます。今まだクラッチにはついてないんですけども、お昼休憩ということで、これは何ですかね。 あ大丈夫か、トウモロコシかな、茹でてるの。この先にずらーりと見えるのも全部お昼屋さんだと思います。トウモロコシを助手席にいる人に買ってもらいました。不思議な人だよね。中国人だけど今からラオスに向かってるって言って、なんかカンボジアの言葉喋ってるよ。はい、おいしい。甘っ。おいしい。これ上野原で食ったばあちゃんのトウモロコシの味そのもの。元気してっかな。はい、バスで休憩所来ました。ちょっと逆光ですいません。こういうお菓子だったりとかご飯が食べられます。はい、運転手さんのご飯が終わったので休憩終わってまた向かいます。残り1時間って言われてるけど、多分2時間か1時間半ぐらいかなって感じです。お互い今ちょっと酔いがきついですけども頑張ります。これに乗ってきました。無事に到着しました。すごいいい人たちだったけど、ね、運転だけだな。まあ、すごかったね。事前にアゴダを見ていたので、すぐお部屋が決まりました。ファンルームですが、夜はそんなに暑くないそうです。これで11ドルです。こんな感じ、ちょっとリゾートな雰囲気があります。プノンペンのイオンで購入した貴重なカップ麺を食べます。やっぱ日本のやつだからさ、中にフォークとか入ってない。そうだね、うん、こっちのは入ってたよ。うわ、絶対美味しいよ。やばいやん、もうわざとこれさ、そのまま放置してもっと麺伸ばそっか。何これ。今日もパンですね。もう最後の抹茶です。いいよ。動物に薬を塗ってる気持ちです。馬の顔くらい毛が生えてます。さて、伸びきらない。本当に顔もしっかり日焼け対策、初めて塗らせてくれた。はい、今からついにカワイルカを見に行きます。イエーイ。学校を見つけました。敷地は広いです。綺麗だね。こっちが教室です。到着しました。2
2人なので1人10ドルでした。60分間見れるといいね。ここから乗ります。暑い、でもイルカは絶対見る。見るぞー。おー、気合が入っています。ちょっとカメラじゃ全然映らないけど見えました。めっちゃ泳いでる。え、すごいすごいすごい。めっちゃ見える。え、え、いた。今いた？見えた？見えた？うん。見えたとこじゃなくて、もうだって。めっちゃいるやん。めっちゃいる。あ、いた。2匹いるかな。あ、じゃあ。多分映ってるかな。あ、色違う。また色違うんだけど。あ、いっぱいいる。遅れてもう一グループ外国人が来ました。こちらはガイド付きです。ちょっと遅くてイルカがだいぶいなくなったけど、見れるといいなと思います。無事見れました。現地に伝えられているカワイルカの伝説のストーリーが貼られてました。お土産屋さんもずらりありました。これからホテルまで戻ります。ちょっと宿で休憩した後に近くにあった市場に来ました。多分クラッチの市場です。中はこんな感じです。衣服がメインだけど、まあ貴金属もあったり小物もあったり、結構雑多感がすごい。市場の外には露店が広がってて、そこで野菜とか海鮮物、肉が売られてます。これは一体なんかわかんないけども、いました。カエルの丸焼き屋さんです。ほら、イルカ見れた記念にコンビニで乾杯します。疲れた。乾杯。お米でいただきます。おいしい。かっぱり。クラチェ大学です。え、日本語じゃん。本当だ。クラチェ大学。日本語でも書いてありました。日本語。この旅も優しい夫さんが作ってくれています。パスタは優雅の方が絶対美味しい。いや普通にこれちょっとここが暑すぎてめっちゃ汗かいてるけど。暑いね、ありがとう。ついにお茶取りできる。
この太い麺大好き私。いやだから、完成しました。たらこパスタ召し上がれ。箸ですいません。うまい。もう食った方がいいよ。うまい。いただきます。いやーすごい匂いが、うん、うん、うん、ですよ。おかわりしました。200g と 100g、 1食でパスタ 500g2 人で食べてます。2人で 500g、 もっと食べたい。まだいける。もう食べようと思えばね。だいぶ1日かかったけどね、うん、